R-1 グランプリ2024で大会史上初のアマチュアファイナリストとなった芸人どくさいスイッチ企画の新番組を12月から TBS ポッドキャストで配信することが決定した。本業の傍らアマチュア芸人として活動する社会人お笑いをとことん掘り下げる全10回のプログラムとなっている。会社員をしながらお笑いの舞台に立ち続け、今年3月31日付で勤務していた会社を退職したどくさいスイッチ企画が知られざる社会人お笑いの世界を案内する。配信に先駆け18日午後7時30分から渋谷駅徒歩3分のスタジオバグチカで実際に社会人お笑いのライブを開催し、その模様を公開収録することが決定した。